テヘラン43は1981年のソ連のスパイ映画。監督はアレクサンドル・アロフとウラジミール・ナウモフ。制作国はソ連、フランス、スイス、スペイン。第二次大戦秘話的スパイスリラーにアンドレーのロマンスを絡ませた3時間長の 70mm 大作でモスクワ国際映画祭金賞受賞作品。現代のパリでテロリストを追う。 刑事役としてアラン・ドロンが出演している。日本では劇場公開されず大幅にカットしてドロンの主演作品のように見せかけたビデオがテヘランというタイトルで発売されたのみである。1943年テヘランでウィンストン・チャーチル、ヨシフ・スターリン、フランクリン・ルーズベルトの三者によるテヘラン会談が行われることを知ったナチ秘密情報部のシェルナーは 暗殺計画を立てて工作員マックスを送り込むが、ソ連工作員アンドレイに阻止される。そして1980年、彼らの運命は再びパリで工作する。1943年、プロの殺人犯であるマックス・リチャードがテヘランを訪れ、3人の政治家を殺害しました。彼には、彼の計画について何も知らない。 フランス人通訳のマリーが同行します。マリーはソビエトのシークレットサービスマンであるアンドレーと出会い、彼女は恋に落ちます。アンドレーはシェルナーと写真家も関与する暗殺未遂を防ぐことができます。1980年、マックスは弁護士のレグレインの助けを借りてパリで回想録を出版したいと考えました。若いパリジャンフランソワーズが マックスの信頼を勝ち取り、彼女は彼の不思議な恋人になります。しかし、フランソワーズはシェルナーのために密かに働いています。シェルナーが飛行機で人質にされていることから解放された時、パリの検査官フォッシュは元の目撃者が殺害されるのを防ぎたいと思っています。アンドレーは今もパリにいます。彼は再びマリーに会いたいと思っており、 マリーの娘ナタリーに会います。検査官はマリーを守ろうとして死ぬ。結局、フランソワーズは怯えたマックスを新しい隠れ場所に連れて行きます。マリーが殺され、マックスも殺されます。結局、弁護士はマックスの回想録からの文書について、シェルナーとフランソワーズと交渉します。アンドレイはモスクワに戻ります。ありがとうございます。